ず、小宮さん、DJ をやられてるということなんです、はい、そうなんです。そもそも DJ を始めるきっかけって何だったんですか、うん、こんなこと言っていいのかわかんないんですけど、うん、まあよく声優さんってソロデビューされるじゃないですか。うん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 、私歌がすごい苦手で。あらら。で、ソロのデビューはしたくないですっていう話をしてたら、ひょんなことから、うん、じゃあ DJ はどうですかって言われて。じゃあ DJ が来ちゃった。じゃあっていうか DJ って、うんうん、イメージとしてはね、わかるし、うん、最近はテレビによくアーティストさんと一緒にっていう方もいらっしゃるから見たことあるけど、うん、私がって思って、うんうんうん、音楽ももともとお仕事の時とかしか聴かないタイプだったので、うんうん、って思ったけどまあなんかやる前から断るより全く知らない領域だったんで、うん、ちょっとじゃあとりあえずやってみますかみたいなところから始まって、そうなんですよ。だから本当にその去年の10月、うん、2020年の10月とかでやっと DJ デビューして1年とかで、まだ全然1年半も経ってないくらいなんですけど。そうなんですね、うん、じゃあもう手探りですよね、本当に、うん、もうゼロからのスタートなんで、なんか教えてくれる人とかがいるんですか？あ、そうですね、レーベルの方が、うん、はい、教えてくださってて、一応練習したりはしますけど、でも結局、うん、初めて思ったんですけど、うん、全部自分でやらなきゃいけないから。わ、曲を集めるのも、選んだりとか、繋ぐのも結局自分なので、うん、あら、ソロデビューより大変だな。実は、こっちの方が大変だったかもしれない。もしかして、みたいな、茨の道を自分から進んじゃったかも、みたいなのは、何回も思いましたね。パソコンとか使って作業するんですよね。私、パソコンめちゃめちゃ苦手なので。あれ、どうしてるんですか？結構、うん、皆さんパソコンでやられてるじゃないですか、つないで。私 USB でやってて、いつも。USB ってパソコンとかにも挿せてたじゃないですか、うんうん。あれに曲入れて、うん、もう本当に自分のこっちだけでつないでます、いつも。機械だけで。機械だけで。そんなこともできるんですね。できます、できます。多分それが、なんか一番、多分誰でもできるみたいな。多分昔はそれで、多分今パソコンがすごく普及したから、そういうのができる、簡単にも、やりやすくなったみたいな感じらしいんですけど、私は本当にパソコンにつまずくっていうところで、それはでもいずれちょっとパソコン使ってやってみたいなみたいな、うん、いつかはやっぱりなんか皆さん DJ さんって曲編集したりとかもするじゃないですか、だからいつかは立ち向かわなきゃいけないなと思うんですけど、壁がね、そうなんですよ、壁が結構厚くて苦手意識っていう壁があって、なので、まあ、まずは自分のその、基礎的なスキルアップを頑張ろうと思って、今は USB で基本的にはやってます。でもこう、イベントも出られたわけじゃないですか。出てますね、一応。どうですか、実際出て。はい、なんか、まあ、やっぱこういうご時世になってしまったので、今って、なんだろう、オンラインイベントばっかりなんですよね。だから、実際に反応がなかなか見れないので、確かに。SNS とかで、ちょっと見てる感じとかだと、なんか、やっぱ、だんだん上手くなってるって書いてくださる方もいたりとか、するとすごく励みにはなるなっていう。でもやっぱりね、お客さん入って、やっぱり声もあって、っていう環境に早くなりたいですよね。確かに。そうです。やっぱ今までこうゲストで来てくださった DJ の方も、そのフロアのお客さんの様子を見て、この曲にしてみたりとか、そういうことをね、してたりもしてたので、ちょっとやっぱ今はね、お客さんいないから、そういうこともね、難しかったりしますよね。この曲反応いいんだっていうのとかが分かりづらかったりする。確かに。やっぱりね、なかなか手探りで。そうですね。始めたてていろいろ大変なことがありますね。意外ともう最初から。はい、そんな中、D4DJ で、はい、今回、カセマナ役のオファーを、はい、受けたと思うんですけれども、はい、こちらお話しいただいた時はどうでしたか？はいはい、まあ、純粋にびっくりした気持ちと、うん、私がその DJ を始めた時くらいに皆さんもちょっと前くらいに多分すごく活動を始められてて、うん、イベントとかされたりしてて、うん、
知っていたので、そこに参加できるって分かってすごく嬉しかったですね。嬉しい、ありがとうございます。なんか自分でこう今まで DJ としてこうやってきたけど、またそうやってアニメとして作品に関わることで多分幅も広がったりとか、見てくださる方ももしかしたらね増えてたりとかすると思うし、楽しみだなっていう、ワクワク感ですね。一人でするこう DJ スタイルと、もう D4DJ のライブって全くこう違うと思うんですけど、全然違いますよね。なんかイベントの様子とかを YouTube とかにも動画公開されてたりするじゃないですか。それを見させていただいたんですけど、やっぱなんか DJ っていうよりはやっぱライブに近いのかなっていう、やっぱダンスもされるし、そうですね、大変ですよね、すごいなって思う。そう、まあ、リードボーカルがいてパフォーマーがいてっていう感じでね、成り立ってますよね。 D4DJ は我々はその歌って踊ってなんですけど、やっぱ DJ をされてる方、DJ もやりつつダンスも、同時にやるから、歌も歌ってってやってますから、本当に器用だなってだっていやドキドキするなって自分だったら、つなぎのタイミングとかすごい考えちゃうから、準備したいけどそこも踊ってるみたいな、そうなんですよ ね、 すごいなって思いました。そう考えると器用ですよね、いや器用、いろんなことを同時に考えなきゃいけない、すごいなんか脳トレなりそうですね。脳トレ、老化防止みたい な、 いない、脳の活性化が活性化なりそう。いやはや、ぜひアニメの方でもね、皆さんこれを聞いてくださっている皆さん、ライブ映像先ほども言ったんですけど、YouTube でもね、公開されてますので、ぜひご覧ください。よろしくお願いします。